はい、アカシクサチシンです。YouTube 動画となります。霊力。本物、偽物と詐欺師とということでお送りいたします。スピリチャリスト、占い師、霊能者、霊能力者、本物、偽物といった動画を以前撮ったことがありますが、若干、ですね、説明不足な感があったので、また違った視点といいますか、ちょっと違った表現方法でもう一度このお話をしてみようかと思っております。以前ですね、霊能者に本物しかいない、偽物なんていないという表現をしておりますけども、厳密に言うとですね、この偽物っていうのは詐欺師に該当するっていうことになるわけで、一応ですね、自分の中で自分自身が占えるとか、霊能力があるんだという自覚を持って、詐欺行為をしていないという自覚のもと活動していれば、未熟であるレベルが高いという差はあれど、皆さん本物だという、そういった動画を撮りました。で、今回ですね、霊能力とか、スピリチュアルとかという言葉ではなくて、霊力という言葉をちょっと使っているんですが、霊力0から100という数値で測れるという、私が勝手に測っているだけなんですけども、勝手にサーチで勝手に測っておりますし、てな数値化ではございますが、A さんは霊力がどのくらいだとか、B さんはどのくらいあるとか、そういったことを、測っておりますね。厳密にはですね、0が偽物で、100が超絶本物という印象だと思うんですけども、実はこれがそうではないといった話がちょっと今回のメインでして、霊力0の人って何人ぐらい地球上にいるのか、日本国内1億人の中の霊力が0って人は何人いるのかということからお話ししたいと思いますが、霊力0という人は日本国内に0です。そんな人はいないです。で、霊力は大なり小なりありますので、厳密に言えば1からで、100っていうのは人間の限界値というところになりますので、厳密には100もいないんですよね。限界値まで行く人いないので、行った人もいません。最高99ですね。なので1から99という数値でランキングできるという感じになります。で、じゃあ1が偽物なのかというと、そういうことではないんですね。霊力に関して本物、偽物というのは、偽物は詐欺師のことを指しますので、1から99の人、詐欺行為の認識がなければ、皆さん本物ですよということになります。なので、霊力80の本物もいれば、霊力1の本物もいるということになりますね。で、最近私クラブハウスよく見てるんですが、で、この人どのくらい霊力があるかなって測ってるんですけれども、プロフィールがですね、やったら長くて、って、やったらごちゃごちゃしていって、やったらすごいこと書いてある人の霊力って大体1から5ぐらいでしたね。最高で40ぐらいある人が、おばはんでしたけど、いましたね、一人。こいつって言ってすいません。この人高いなと思う人が、40ぐらいの人がいました。で、1だよね、君っていう人が結構人気があってですね、バン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 、この人はヒーラーを名乗ってましたけど、病気を治すみたいな、いや、君1だよね、みたいな、0じゃないけど1だよねっていう、プラセボ効果を与えるのが上手なんだな、という感じでしたけども、霊力。この1から99のうちの10あれば、プロとして大丈夫かなと思います。低いようなんですけども、このね、10っていうのを感覚で言うと、100メートルが10秒台で走れる人
ていう感じなんですよね。陸上選手、トップクラスの陸上選手というためには11秒ではダメですよね。まあプロとは言えない。10秒で走れれば、まあ10秒9だろうと、まあ一応一流アスリートということになって、で、まあ、プロではなかろうか、ということで。じゃあ、99って何秒ですか ?1 秒ですか ?100 メートル。で、そういう理屈じゃないんですよ。100メートルも、11秒を10秒5にすることよりも、10秒5を10秒フラットにする方が、もう数十倍の努力と難しさがあって、なおかつそこから 0.1 秒刻みで9秒台に入れて 0.1 秒ずつ刻んでいくっていうのはもう至難の技なわけですよね。なので、霊力50あれば、おそらく9秒8ぐらいで走れるっていう感じだと思うんですね。で、99あれば、9秒3ぐらいできるんじゃないか。まあ、ボルトを超えてますけども、そんな感じでございますね。霊力1でも15秒ぐらいで走れるし、みたいな感じで。霊力10あれば、10秒9ぐらいで走れるっていう感じなので、この差約10倍ありますけども、タイムとしての差は、何倍にもなったりはしない。で、これを的中率で上げていきますとですね。まあ、的中率70ぐらいに、霊力10ぐらいでおそらく到達すると思いますが、80% の的中率はおそらく霊力50以上ないと無理だと思いますね。はい。90なんて言ったらもうほんとこんなとこ。100にしたところでおそらく 100% 無理ですね。人間には。無理だと思います。こういう理屈になっていてですね、10は必要だという感じがしますが、1ぐらいでプロなのって大風呂敷広げてる人がまあ多いなという感じで、で、10以上、20とか30とか、それこそ40ぐらいいってる人は結構シンプルであまり大げさなプロフィールを書いてないっていう感じが傾向としてあったりいたしますね。それとですね、これが結構皆さんが勘違いしやすい、本物、偽物で、まあ、偽物は詐欺師を指すということですが、じゃ偽物は、じゃあ、霊力、まあ、それこそ0なのか、1程度なのかと言われると、そういうことではないんですよ。中には詐欺師、全くその詐欺師として、まあ霊力もない、もう1しかない人もいますけれども、超一流の詐欺師、もうそれこそ何十億円を稼ぎ出すような、トップクラスの詐欺師は、霊力が結構実は高いと40とか、それこそ50とか、そういう感じ。だから偽物である詐欺師が霊力が低いということではなくて、超一流の詐欺というのは霊力が高くないと実はできない。もうかなりギリギリのところをかいくぐっていくわけですから、この勝負は打って大丈夫かとか、もう直感力とかですね。この人は騙せるかとかですね。経験則もあるんでしょうが、直感性で100発100中レベルで、見抜く力を持ってないと超一流の詐欺師にはならないということで、霊力の本物、偽物というのは、霊力の力で分類されているということではないということなわけでございますね。まあ、この辺をですね、よく本物ですとか偽物だとか言ってますけども、全然当たらない人を偽物って言ったりしますけど、その分類は違いますよという。はい、こんな感じでございました。いかがでしたでしょうか?はい、以上です。それではまた次の動画で。